まだ多分言えないんで、ね、いやでももう、もう多分予告されてると思います。あ、ほんと A スタジオに A スタジオねいただきます、うん、鶴瓶さんどうだった、もう出た、めちゃくちゃ、あ、さっき鶴瓶さんが、うん、さっき源がこっち来てんって言ってた、そうそうそう、そう、あの鶴瓶さんがね、あのすごくなんつうの岡田くんの情報を必死に覚えて自分でね、まあ、取材したものとかも含め、はい、ちゃんと覚えて臨もうってその覚えてるのを邪魔した俺鶴瓶さんとか言ってだからなんか藤ヶ谷さんとのなんかバランスのことも言われてんって言ってそうそうそう、僕がいわゆるリニューアル1回目に出させてもらって、その時に あの藤ヶ谷さんが初めての時で、藤ヶ谷さんがもう優秀すぎて、そのリポーターじゃなくて、はい、取材班として、はいはい、ちょっとやばいんじゃないですか鶴瓶さんのだから危ういんじゃないですかってめっちゃあの心配してました、大丈夫かなわしって言ってそうまず自分が心配されてて、いや絶対大丈夫、大丈夫なんだけどあでも楽しみ、岡田君のスタジオ僕も楽しみです、なんか結構、うん、思いがけないメンバーが結構出てて、うん、あそうかそうかそうだ、ね、僕じゃなくてもいや、もう岡田君を映したいよ、僕は大丈夫、ケンさん、いや、じゃあなんか、あ、そうそう、この間さ、絵描いてくれたり、はい、なんかあれすごい素晴らしかったね、いや、またなんか描かせてください、いや、ぜひぜひ、岡田君ってずっと絵描いてるの？いや、僕はもともと絵が好きで、うんうん、で、母親がめちゃくちゃうまいんですよ、多分それは血を引いたかなと、その感性っていうか、素晴らしいね、今度、僕の絵を見てくれよ、おあ、でもなんかコメントのとこに星野画伯となんか書いてました、コメントに言うなよお前ら言うなよまだバレてないんだから下手だということが、あ、でも見てましたよ僕、自粛期間中の源さんのなんかインスタ投稿見てましたよひどいよね、なんか教えてほしい絵を、いやいや、うまくてスポーツ万能で絵もうまいって完璧だよね、僕歌歌えないですもん、あ、そう、なんか音楽はそんなにやってない、でも音楽好きだよね、好きです、すごいマニアックなものも聴いたりとか、歌ってみればいいんじゃないか、いやカラオケとか行くの、歌舞伎好きですよ、ああ、じゃあ今度行こうね、はい、ぜひ、うん、ぜひぜひゲンさんの歌舞伎嬉しい、なんか岡田君来てくれて嬉しいです、ありがとうございます、じゃあこんな感じで、はい、はい、じゃあミュー404のじゃあなんか宣伝をぜひお願いしますけど、まず岡田君から、あのこのインスタライブを見てる方々はみんな、うん、星野源ファンだとはの方々だと思うんですけど僕が実際に源さんのお芝居とか、うん、こうさん、まあ、ミュー404の撮影現場を見ていて、うんうん、うわびっくりした、こんにちは、ちょっと待って僕いらなくないですか、いるいる、麻生さんだ、すごい、イエーイ、ちょっと画角に収まりきらない、イエーイ、うわー、何してんですかインスタライブ、インスタライブを、あ、どうぞ、あ、いいです、どうぞ、どうぞ、私もすぐもう行かなきゃいけないです、そうなの、わーい、皆さんこんにちは、ミュー404です、よろしくお願いします、そう、ゴーくんね、もういち早く帰ってしまったんで、ゴーくんお疲れ様でした、お疲れ様でした、そうなんですけど、ミューヨンマリオン、え、そうね、ちょっと今日ですもんね、そうずっと電波上に、ちょっとドキドキする、ね、あ、そっか、お疲れ様です、そうなんです、お疲れ様です、お疲れ様です、これ面白い、買いますね、え、もうじゃあミューヨンマリオンのこう宣伝じゃないけど一言じゃ見てくれる方に、すごく面白いんで、あの皆さん見てください、私もちょっとこれから行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってください、また頑張って、またね、行ってらっしゃい、そうと、びっくりした。バーンって開いたからびっくりした。自分の源さんのことに対しての全部取り入れましたね。ごめんね。いや、あの、本当に源さんの芝居を間近で見てて、うん、ファンの方々にとってちょっと役っていうか、ちょっと、うんうん、あの、なんだよと思うかもしれないですけど、めちゃくちゃ面白いです。あの近くで、こんな生で見れてるのが、あの、一番幸せだなって思えるぐらい、で僕の役どころであまり笑えないっていうか、あ、そうだよね、まあ、今日見ていただけたら分かるんですけど、なんか素直に源さんの芝居をに対して笑えないっていうのがすごく苦しいぐらい , 笑いのお芝居をされるから、それがめちゃくちゃ面白いです、そこをぜひ皆さん、はい、今日22時、ミュー404、今日から
放送開始なので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。じゃあ僕からも、岡田くんとですね、共演させていただくの初めてで、はい、でもいわゆるあの塚原さん、純子さんコンビというか、このチーム、はい、でやるのはもう岡田くんの方がもちろん先でですね、あの中学生日記もね、ありましたしね。なんであの僕は初めてこの現場に入ったんですけど、ちょっとあまりにいい現場すぎて、あの毎日、いや本当に毎日行ってて楽しくて、お芝居をするっていうこともそうだし、なんかこういうふうにエンターテインメントを皆さんに届けるという、この一生懸命それを作っているというこの作業がですね、本当に充実した毎日を今は過ごしています。なのでやっと皆さんの元にこう届けられるというのが本当に嬉しくてですね。で岡田くんと、まあ、最初はねちょっとこうなんだろ う, こういやキャリアと、まあ、ノンキャリアというか、そうです、ね、叩き上げとキャリアということでちょっとこう最初はギクシャクするんですけど、だんだんね、だんだんこうなって、だんだんこうなっていきますから、はい、なんで そこら辺もそうだんだんこうなっていきます。そこら辺もぜひあの1話、2話、3話、そして4話、5話、あのね、新しいあの8話も良かったね。あの結婚この間できたね、本当に早く源さんと郷さんの芝居が見たいです。いや俺は岡田君のあそこを見たいよ、早く頑張ります、ね、なんであのとても面白いものになっていると思いますので、ぜひ今日、まあ、毎週金曜これから続きますけども、まあ、ぜひあの火曜日も逃げ恥の方もよろしくお願いしつつ。